中村です、えー。オールユーニードイスキルの話を。あはい。はい。はい言い切りましたね。ちゃんと。これね、僕タイトルいつもね、オールユーなんとかとかってごまかすんで <laughs> 覚えきらない状態がずっと続けたんですけど。俺はよくオールニード。 うるとか,なんかそ,ういうそうそうそう。なんかね、入れ替えて言っちゃうことになるから、オールなんとかみたいなで、<laughs> ごまかそうとする癖がついてて、あの、ほら、あの、例のほら、あの、みたいな感じで、今、綺麗に言えたんで、ほっとしてますけど。はい。はい、まあ、この話ですけど。ええー。あなたまた、あの、富山さんのところで、<laughs> はい。喋ってたじゃないですか。<laughs> はい。なんであなたそんなことするんですか <laughs> い,やいやいや、あの、映画をね、 あの、なかなか一人では行かないんですよ、僕。だから、まあ、あの、富安さんと、あの、安さんさんと行き,きましょうって行くんですけど、で、まあ、今回一応言ってたんですよ、僕は、あの、沢田も。 みたいって言ってるんで、あの、あっちでも語ると思いますっていう話は言ってたんですけど、えー、見終わった後、まあ、居酒屋で飯食いましょうかって言ったら、そこにおもむろにね、あの、携帯、携帯収録端末みたいなのが出てきた。<laughs> 撮るんや、みたいな。本当本当撮るんや、みたいな。言ってたじゃないですか、この話するよって。き <laughs> ました。<laughs> いや、だから、だから見に行くっていうのも言ってたんですけど、まあまあ、ええやん、みたいなね。<laughs> 通りで、いや撮っちゃいましたね。はい。あれもオンエアされてるんですか、あっちも。 だからね、まあ、中村さんファンはそっちの方も聞いてもらっていいんじゃないですかね。グダグダぐだぐだゲームラジオですかね。<laughs> はい、そうです、そうです。ぐだぐだのなんか映画部という感じで言われてますけど、いつの間にか。まあでもあっちはあの、公開当日か一週間後ぐらいで見たんで、まあネタバレ禁止でやってたんですけど、まあこっちはね、ネタバレありで行きますよね。うん、私まあ映画の話というよりも、 僕はもう漫画原作小説と映画と、近年稀に見るぐらい、とてつもないスピードで、ーハーなハマり方をしたので、ーミーハーなハマり方をした延長でミーハーなまま、うん、あのちょっと今回語っておこうかなと。はいはい。おそらくあの、来月だとなったら、すっかり忘れてると思うんですよね。 ああ、もう、早く、のめり込んで、早く、やつですね。ぎゅんぎゅんと、こう、はい、いいんじゃないでしょうか。実際ね、あの、先にちょっと映画の話からするけど、はいあ、ね。前提として、えーうん、漫画と、えー、漫画は原則小説のコミカライズなんですよ。漫画は原則、原則、うん、ああ、はいはい、だから小説をほぼ謎、ね、え、まね忠実に再現してるのが漫画で、はい。で、まあ、原則小説に目をつけたハリウッドが映画化したのが、 ま、今回公開されてエッジットモローっていう現代なわけですよ、ね。現代のね、エッジットモローですよね。で、えー、原作と映画は全く話が違うんですよね。うん。あくまで、あの、原作の設定とかのエッセンスをうまく盛り込んで、物語自体のストーリーはもう全く別の天末を見せてる感じなんですよ。うんうん、そうでしたね、本当に。ま、そこがま、大前提っていう話なんですけど。うん。うん、で、僕はもう、まず漫画を見て、はい,はいはい。で、そもそも、あの、日本、 原作のライトノベルがハリウッドで映画化されるという情報は知っていたんですけど、はいはい、ぶっちゃけ全然興味がなくて、へえとしか思えへんかったんですよね。それがたまたま本屋に立ち寄ったら、小畑岳のあの絵で、漫画が出てて、あ、これが噂のあれかいなと思って、うんで、かつ2巻で完結するっていうのが分かっていたので、でね、2>, あ2巻で完結するのよ、ちょっと変わってみるかと思って、何気なく撮ったのが始まりやったんですよ。 うんほら、すっかりハマってしまいまして、すぐ原作小説と読んで、<ー>読み終わったその週に映画を見に行きましたから、<ー>バッハのスピードでハマりましたよ、今回。あ、なんかあ、そんなタイミングか映画やってたのうー ちょっと後じゃないの映画やまあ、その週っていうのは言い過ぎですけども、ちょっと盛りましたけどね。まあ、その時に公開されてなかったですけど、<laughs> うね、もう公開されたら即ちょっと、ちょっと盛りましたけどね。<laughs> はいはいはい。いや、まあ、それぐらいの勢いで、ね、それぐらいの勢いで見に行ったということで、はい、解釈してもらうとありがた、うん、います。あ、すいません、ヤんボのツッコミをね。はい。で、まあ、映画を、うん 見た感想から先に言わせてもらうと、はい、なんていうのかな、あの、うん、小学生の時に初めて見に行ったハリウッド映画を見て、うん、ああ、楽しかったねっていう、あの時の気持ちを思い出しましたね。うん、うん、うん、<笑><笑>なんやろな、あの、大人になったらさ、うん<お>。やれ映像表現が、とか、はは、うん、やれ脚本が、とか、はい。そういうところで行きがちで、はは はいはい、映画を見たという体験自体を楽しむってことがあんまりなかったするじゃないですか。ああ、はいはいできなかったする。はい、はい。それが、なんか、まるで小学生の時に初めて映画を見た時のような、うん。感じで映画館で出てたから、うん、お、つまり良かったってこと良か,かったですよ。おはいはいはい。あのね、はい。面白い面白くない話で言うと、うん。もう映画の後半は正直、別にこれじゃなくてもっていうのはあるんですよ。うん うん。彼がしてもらったらね。うん。ただ、映画を見た後は普通に楽しめたなと思って。はいはい満足したなと思って。そうなんですよ。おそらく来年になったらこのことすっかり忘れてるんだよな。ああ、うんうん。なんかああいう気持ちなんか、子供の頃にこうんに連れられていった映画館で、何も知らない状態で見た映画が面白かったなって。なんかね、全然今回の映画と直接関係ないんですけど、僕が子供の頃初めて、 まあ、ハリウッド映画らしいものを見に行ったのが、はい。なんかね、ウィローっていうファンタジー映画やったの。ああ、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 ああ。あ<で>。なんかタイトルは。そんな大作でもなかったと思うし、そこまで爆発的なヒットもせえへんかったと思うし、ああ、なんかでもビジュアル、ああ、はいはいはい。なんかちっちゃな小人、ドワーフなのかな、ね、はい、今考えたら。はいはいはい。はい、なんか活躍するような感じで。はいはいで、言ったら、まあそんな、 超名作でもないし、超大作でもないし、<ー>現状、今、何も語られてない映画でもあるわけです。<laughs> そうですね。もう、別に面白くなかったわけでもなく、当時の僕はワクワクして、あ、楽しかったなと思って、映画館に出た記憶があるんですよね。なるほど。なんかそれをふと思い出しましたよ。今回この映画見て。<laughs> なんか、楽しめたら、普通に映画を楽しんだなっていう実感があったんで。そうなんですよね。まあ、そういう意味では良かったんじゃないかなと。うん、ただ、ほんまに死ぬまで一生心に残るかって言われたら、 まあそんな別にそこまでゃないなっていう正直な、うん、気持ちなんですけど。そうなんですよね。なかなかこう、近年稀に見る楽しい映画やったなっていう感じはしましたね。うんうんうん。はい。なんかあのー、原作を、まあ原作か僕は漫画見て、うん、映画見て、 えー、で、小説今、まさに途中なんですけど、うん、あの、ま、大体一緒か、みたいなところでちょっと途中で終わっちゃってるんですけど、あの、漫画とね。うん、で、見にただから要は知ってるわけじゃないですか、話の流れ自体は全部。うん、その上で楽しめたなっていうのがあって、うん、映画の自体は。だから、ま、ぶっちゃけ言うと全然ね、あの、プロット以外は全然違うみたいなさ、うん、ま、あ元々の設定からしてな、あの <laughs>、設定っていうか、あの、初めて映画化するって聞いたときに、 トム・クルーズかよっていうのがまずあったじゃないですか。えら、うん、いちゃうなっていうのがさ、歳、歳、うん、要はだって新兵の話じゃないですか、あれって。まあ、原作では、まあ、ひよっこの新兵が、うん。タイムリープに巻き込まれていくっいうのが、うん、そう。そう。何度も死ぬことで、こう、ものすごいスーパー戦士になってっていうのが、まあ、話のところであるのが、うん、<laughs> トム・クルーズ何役でっていう主人公じゃねえよなってかいうのが逆にトム・クルーズを主人公にするならば解約されていくのではみたいなそ,そうそれがまあものすごい見事にあのー、僕の中ではあの納得いくこうなんだろう流れだったんで、うん、あの最初の冒頭の部分はそういう意味ですごい面白かったですねで最後はねまあこれちょっと先々語っていくと思うけどあのー、なんだろう ひねりなくというか、なんだろうな。これはほんと、全然原作と違う割り方をするんで、うん、それは、すんな言い悪いは置いといて、えっと、そこが言い悪いは置いといて、ただ、映画としての完結ぐらいはすごいスッキリしてたんで。いや、ほんとね、そう。うん、なんやろうな、いいんじゃないっていう。そう。<laughs> 見終わて、<laughs> もやもやしないんですよ、ね。別、べた褒めじゃないですよ。うんうん、本当にそれが出か非かって言われたら、それは突っ込みどころもたくさんあるんですけど、うん、まあまあええんじゃない楽しめたし、うん、みたいな。日本ってなんか久々にあの、普通にスッと終われたなっていうのがあって、だからこそ何にも残らないなっていうのがあって。ほんま、ほんま、ほんま、ほんまね、ううあのね、うん、ハリウッド映画でしたよ。そう、そういうほんとね、映画だったんですよ。映画らしい映画みたいな感じ。まあただ、やっぱりね、あの、うん、先に原作を知ってるっていうアドバンテージはすごい、 あると思うんですよ、実際に。うんあの、なんかね、全然原作知らない人が、うん、映画だけを見に行った際に、うん、なんか、物足りにかったっていう意見もね、も僕が聞いたんですよ。<ー>やっぱりその最終的に、あ,<ー>あのーさ、最後、なんていうんかな、まあ、映画の結末のネタバレ言っちゃいますけど、言いましょう言いましょう、もうこれは。あのー、例えばそのパワードスーツを着た一個正体が、はいはいはい。 エイリアンの大軍と戦って勝つとかではないじゃないですか。んうん。うん、そのそれ映画の序盤だけじゃないですか。ああ、うん。だからそういう、はい、なんていうのかな。別にそれじゃなくてもっていう映画なんですよ。言い方がすごい難しい。別に設定がそれじゃなくても成り立つ話ではあるんですよね。物語したい映画の。はい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 。はいはい、はい、はい。あ、まあ、あのに、あそこまで変えるならっていうことじゃなくてまずに SF 設定じゃなくても成り立つんですよ。 はい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 。敵があってタイムリープをして、それと倒すっていう意味であ,、うん、あるならば。なので、そのパワードスーツが出てくるとか、未知のエリアンが出てくるとか、そういう SF 設定で惹かれた人が一方の映画として見た場合は、後半はあまり物足りひんと思うんですよね。うん、あ別になんか、かっこいい兵器が出てきてどうこうするわけでもないし。単に、いつものハリウッド映画的に、 うん、主人公が頑張って敵を倒すっていう <laughs>、どこかで見たような展開がずっと続くわけですから。<laughs> はいはいはい。そうですね。だからやっぱその一本目以として見た場合に、木っていう人もいるやろうなっていうのは、 ああ。わかるんですよね。確かにね、後半、確かにあの、原作を知った方がゆえに、あれこれどこ、どういうふうに収めるんやろうっていうのに興味は映ってて見てる最中に、<う>全く違うやんみたいなとこ全く違うからこそ、比較対象として見れたっていうのがあって。そう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 。例えばあれが漫画、漫画じゃなくて、原作を忠実にハリットウェで再現した際に、 うん。いや、それは違うでっていう文句が出たと思うんですよ。まあまあそうでしょうね。そこをあえて違う結末にしたことで、うん、これもありやなっていう落としどころになってると思うんですよね。<laughs> そうそうそう。それはありますね。でも原作を知らへん人が映画を見たら、序盤は多分おそらくすごい引き込まれると思うんですよ。あの作り。誰が見ても、え、どうなるのみたいな感じで。うんうん、ただその結末がそれかよっていうところに対して、なんだかなっていう意見が出るのもまあわかるなと思う。まあ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 、そうですね。ただまあ、それをひっくるめても、うん うん、そういう評価する映画じゃねえからみたいな感じがすごいするんですよね。<laughs> あ、まあ、なるほど。いや、もっとあっさり見ていいんじゃないかな、これはっていう。はい,はいはいはい。そういう意味で、その小学生の時に見た80年代、90年代の、まあ、いわゆるハリウッド映画風な感じの映画を久々に見たなと思って。はいはいはい。まあ、あのー、そうですね。映画、そういう意味では僕もまあ、さあ私も皇帝っていうことで、 いいと思うんですけど、その、そもそも、最終結末の描いてるテーマがまるで違うじゃないですか。うん、小説と。そこ、うん、そ、そこら辺は、をちょっと突っ込んで、あえて突っ込んでいこうかなと思うんですけど。ああ、確かにね、そういう意味ではね、僕はね、好き嫌いで言ったら僕、は原作の方がだいぶ好きなんですよ。うん、ああ、そうですよね。やっぱりあの、切ない割り方っていうのが、ああまあ、日本人特有の情緒を持った割り方やから。そうですよね。 なんか、すべてがなしになったハッピーエンドっていうのはね、まあ、いいんですけど、情緒が足りてないと思うんですよね、僕からそうですね、そうですね。いや、あれってあそこまでやっちゃうと、なんだろうな。この作品で本当に伝えたいことってどこなんやのみたいな話になってくるんですよ、僕の中では。うん、要は、小説だったら、まあそういうタイムリープっていうネタが一個あったとしても、結局伝えたいのはそういう、最後の最後で、 孤独であり続ける戦士みたいなところがテーマで終わっていくわけじゃないですか、あの、うん、作品っていうのは。それが映画だともう大演談みたいな、あの全て、一瞬ね、一瞬ちょっとどんでん返しかって思わせるのをそぶりがありつつの、うん、で、大勝利で終わりましたみたいな感じの、ポクッとひっくり返って、あ、全部うまくいったみたいな感じで終わるじゃないですか。うん、あそこに全くこう根底のテーマ性の違いみたいなのが、あるのが、うん どう、どうなんだろうっていうか、そのさっき言った映画としてはすごい好きなんですけど、こと原作ってありって考えた時に、あ、もうタイムリープの面白さだけは抽出したな,なっていう。いや、もう一言言ったら狩るって感じだと思いますよ。まあ、作品としてのね単。単純にその、原作の、まあ、設定の和済みだけを拾って、うん。使ったってだけで、うん。まあ、狩るっていう感じだと思いますけど、ね、そうわんね。そうんね。なんか、要所要所途中、 逆にあの、何だっけな、あのー、えっ、ー、と、どんどん話が展開してて、あの、の農家農家みたいなところ、うん、で、一回詰まるんですよね、映画の方では。あの、どうやっても助けられないみたいな話で。うん、で、あそこら辺で、なんかちょっと匂わ,わす感じがあったのに、うん、まあ、そこからの展開ではもう、ね、もうまるでそういうのは忘れましたみたいな、最後。だからこそ大演弾に向かいましたみたいな。うん、ありか。 そういう意味では、やっぱり <laughs>。一応踏んではいるのか、あそこら辺で。いや別に、その物語の整合性とかは別に取れてると思うけど、何が物足りひんかっていうと、うん、その映画の方、ま、連、う、作、ん、の方ではさ、うん、その目的は何かって言ったらさ、うん、単純に生き残ることじゃないですか。自分自身がこの、よくわからんループの中で、うん、まあそういう人生に抗うところからスタートするわけじゃないですか。 うん、でそんな中で同志のリタと知り合ったことによって、まあちょっとずつ仲間感とかが芽生えていってやな。うん、このくそったれな人生に対して二人で頑張っていこうぜって言った矢先に、うん、自分だけが生き残るっていう悲しい結末を迎える。それでも自分はそれを背負っていくよっていう終わり方がまあ切なくて、なんかじんと来るわけじゃないですか。でも映画の方はそもそもとして、お前守るからみたいなところから始まってたりするわけでね。ああ。はいはいはい。<laughs> なんかこう、 目的がそもそも違うじゃないですか。まあね。ループをした人生の中で生き抜いていくための目的が。はいはいはい。で、最終的に、その、あの農家のところでもたもたするのも、うん、もうオトムクルーズとしては、その、うん、リターンに思いが強すぎて、何やってももう終わってしまうから、もうしょうないから悩むっていうのがあるじゃないですか。もしそれで終わらすのであるならば、うん、その、 守れてよかったって言われ方にするべきやと思うんですよね。トム・クルーズが頑張った結果、ーーリタを守れたから俺満足って言われ方をしたらいいんでしょうけど、うんうん、そこがちょっとなんかよう分からへんのが、なんかよう分からへんけど、ハッピーエンドって言われるじゃないですか、映画って。なん <laughs> でっていう。普通に。そうね。そうね。ま、そこが、 逆にそこが、あ、深く考えたらいかんねやっていうテイストになるから、あ<ー> <laughs> まあ、これはこれでありだなっていう落としどころに僕はなったんですよ。なる,なるほど、なるほど。で、なんか明日トム・クルーズってって思ったんですけど、最後 <laughs> あ。確かにね。まあ、うん。何もしてないやん。そのリタを救うための行為として何もしてないじゃんと思ってね。うん。それが、その、愛想スを倒したらすべてが、 巻き戻って、すべてがなかったことになるから、どうしてもあいつを倒せなくてはいけないとかやったらまだわかるんですけど、はいはい、で、そんなことも示唆されることもなく、単に人類が、その、エイリアンに勝つためには、あいつ倒さなあかんでっていう話になって、倒したら、なんとなく時間巻き戻りました。はいはい、エンド。 <laughs> っていう感じで終わっていくから <laughs> は、はって思うんですけど、その、深いこ細けいことはいいんだよ、的な精神が、うん、あ,あ逆にいいのかなって思う。あ<ー>もう何も考えるなってことなんだな、これはっていう。はいはい。だからね、あの、また話し、ちょっと飛躍すけど、タイトル、エッジオブットモロでよかっただ。ほんまそうやね。やね日本語版でもっていうのは思うね、なんか。エッジオブットモロやから、何明日の端っこってことでしょまあ、端っこ。 そこ、そういうことかな、エッジ。うん。エッジって端っこってことじゃないですか。まあ、端もそうやけど、なんか、僕はなんかあのー、いわゆる、は、刃物の上を歩いてるような雰囲気で捉えたんで、なんていうか、あのー、タイトルロープじゃないけど、すごい、すごい綱渡りなイメージで捉えてたんだけど。だから、<laughs> 意味はちょっと違うと思うんですよね。そうよね。うん、ただ、やっぱ日本語原作の映画やから、うん。日本語原作のタイトルに準拠しようって。 そういうこと。誇らなくては、日本のこの素晴らしい文化を、って誰かがまあ、そういう戦略でしょうね。まあでもそもそもとして設定は一緒やけど、なんか語りたいことは違うっていうのは大前提としてあるよなっていうのは。そうよね。し、うん、まあ映画は、個人的には原作ほど、深く何かがあるわけではないなっていう感じはする。うん、本当にその設定の妙のエッセンスを積み重ねていって、うんうん まあ、バンまあ、8ぐらいの人が満足をできるような内容にしようっていう。うん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 。そうですね。まあ、その上で、あえて、あえてちょっと突っ込みポイントいろいろ言っていきたいなっていうのはあるんですけど、あの、まあ、そもそもこの話って、原作の方って後半どうなってたかなあのー、原作のリタは、まだタイムリープの能力持ってたんでしたっけタイムリープの能力っていうものではそもそもないよね。 そういうい状態要は、えっ、ーと,えー、と、映画の方では、その能力がもう失われて、能力っていうか、うん、そういう現象が起きなくなってるっていう、リターに関しては、うん、要は輸血したからっていう、はくだりがあったじゃないですか。うん、あれって原作ではずっと残ってたんでしたっけ、あっち側で。われるリタそもそもそういう設定じゃないからね、原作の方は。え、でも、と、あれ、きっかけは 一緒じゃなかった自分が死ぬ。は擬態サーバーを倒してしまったがゆえに、擬態がタイムリープするのに自分が巻き込まれているっていう。うん、あそ,うその巻き込まれる存在になったのは、えっ、ー、と、一回その擬態サーバーと同期したやんだっけそうそうこと<う>あくまでそこのループから抜け出すためには擬態サーバーを倒さなくちゃいけないっていう目的がたまたま主人公とリタで同じタイミングで一致したから二人であれは戦っていくだけの話であって。 能力がなくなったらなくなるっていうのも、ほんま映画が勝手に作った設定やから。そっかそっかそっか。そもそもなかったのか。ただ、その漫画の原作はそこが設定の妙で、うん、結局二人が生きてる以上、うん、<ど>最終的にね。どっちかが結局ギターサーバーをじ合うかになってしまうから、うん。生き残れるのは一人ですよっていう風になってし、言ってしまうのがまあ悲しいって話だから。はいはい。映画の方が、ちょっと、そういう意味で軽いんですよね。そのタイムリープをするという。 行為とか現象自体、うん。うん。わかりやすくなってるあくまでも自分、人の人にたまたま振りかかった声の能力みたいな感じになってしまってるんで。うん。そうかそうかそうか。漫画と、漫画原作の方は巻き込まれた現象なんですよ。能力いうは,はいはいはい。はいはい。そっか。倒してるからか。だからか。なんかズレがあんなと思ったのは、うん、そこか。うん。あくまでその、原作の方は、 そんな理不尽な現象から抜け出すためにアクセスする話なんですよね。うん、でも映画の方は、自分の身に、身についたその能力を使っていかにこう、敵を倒すかみたいな感じだから、逆に映画はそこがうまい風に運んでいくのがさそ、のその能力がなくなってしまったからこそ最後の最後は失敗できないっていう緊迫感が繋がってたんだけど、だからそもそもそこの表現は違うなっていうのはあるよね。 原作の映画で、うん、そうか、そうか。あ、え、じゃあ、ちょっと待ってよ。うん、ちょっと原作の方がだいぶローメンになっちゃってんねんけど、あれ、原作の方では、自分が死んだのはきっかけにはなる,なる,なるんだよね、でも、やっぱり。結局、ループから抜け出すためには、その、擬態、うん、サーブを殺した後で、その、ループさせてるゲームのやつを殺さなくては先に進めないっていう話なんで。うん、うんうんうん。だから、やっぱ自分が、 自分も死んでリセットになっちゃう状態っていうのは、なんか敵のシステムの一部と同期したみたいな話でしょそう,そうそうそう。もともとね。あ、そこだけは一緒なんかだから。<laughs> そっか、それの設定の置き方が変わってるだけか。はいはいはい。いや、あれで、要はもともとそのシステムって敵側が、えっ、ー、と、要は敵側常に、えー、毎回やり直してるっていう状態なんですよね。うん、この話って。 要は、各地で連戦連敗になっている地球の軍がなんでかっていうと、地球側は毎回の一回国旗の戦いのつもりだったけど、敵側としては毎回負けそうになったら、そのキーポ,キーポイントとなるえやつが倒されると、まあ、あの、映画で言うと青色のやつやけど、倒されると、えー、アルファーか。が倒されると、リセット入れて、えー、次は、 勉強してるる状態ででで始まるんですよね主人公たちと一緒で、うん、だから負けないを各自で連戦連勝するっていう話じゃないですか。うん、あれがあの見ててふんって思ったのが、うんえっと、主人公が今度その存在になってリセットかましてって。 る状態になって、一個一個覚えながら突き進んでいくじゃないですか。うん、要はこ、今回これやったら死んだから、うん、えっと、次はこっちでやったら死なないはずみたいなんで、うん、戦闘もそれで多分クリアしてってんやんな、あれって。うん、でも、敵側には全部記憶残ってる状態でリセットされてるわけでしょ、うん、一般の兵士というか、一番雑魚敵も含めて。まあそこが原作もそうやねんけど、明確にそこの仕組み解決されてないんだよね。うん ああ、そういうことなんか。それ言い出すと、その原作の方でも、うん、じゃあ主人公とリタは、うん。同じ人生生きてんのかっていうとそうじゃないからな。それこそなんか、どちらかが死ぬためびに枝分かれしたパラレルがあるんじゃないのっていう話になんねんけど、そこに関しては何も言及されてないあそうなんや。そうかそうか。ああ。あくまで主人公視点で見て、毎回同じこと繰り返しているから、その話を聞きながら、 原作の方はうまいなと思ったんが、はいはい、あくまで新兵が、その、戦場に出る前日と戦場の日だけなんですよ。うん、その活動範囲がすごい狭いんですよね、原作の方は。はいはい。あくまで基地内と、はいはい、その、戦場だけなんですよ。でも映画の方ってすげえ幅広いでしょ。<laughs> すごいよね。結果なんだ。もう基地、基地飛び出て、<う>街に行くし、隊長のとこまで行くし、なんやったら農家まで行って、そのさダムまで行って、 ったことを何回も繰り返してたりするじゃないですか。そうやんね。だからちょっとなんか、もやってするところがある、ね。はいはいはい。なるほど。そんな幅広いとこまで自由に活動できるんっていう。それを敵は見逃してんのっていう。はい、しかも一日でね。そうそうそう。あくまで原作の方は、今日基地、明日戦場っていう中で自分がどれだけ強くなれるかっていう話やから。ははははあはあ,、はあ、あ,あくまで原作の方は、もう戦闘訓練しかしないんですよね。はい,はいはいはい。どんどん、<あ>もう、 とりかく強くなるために頑張るってしかしてないですよ。<ー>だからあくまで、その、こいつはこの時にこれをする、この行動をするっていうのは、うん、その、基地内の整備兵にバトルラックス作ってもらうっていうとこまでの過程で出てくるエピソードであって、そこを映画はすごく拡大して表現してるから、なあ、なるほど。そういうことか。 もう、接衝とか、行動とか、敵の戦略とか、全部ひっくるめて、トム・クローザー何回もこうやり直してる風になってるから、<laughs> え、それはちょっとどうなんていうのは、そら、思うと思う。そうよね。そうか、だからあれ、リセット役がもう、必要になってきて、うん、毎回リセットをされるっていう、だいぶ痛い絵になってるんだよね、あの、映画の方はね。もうなんかあったら、リセットだって言われてたもんね。いや、あれがね、だから、あれが、 逆に、ああいうことをすることで、うん、はい、この映画はそんな重いもんじゃないですよっていう表現なんかなと思って。<laughs> あ<ー>だってそんなんだ、はい、失敗したら死んでっておかしいやん、どう考えても。普通 <laughs> はね。ねあくまで原作の方はさ、うん、あの、人の命は一個や、一生に一個だけやでっていうのが前提で、でも、あいつは何回もループするっていう、よくわからん、なんか地獄みたいな世界に掘り込まれたからの、 まあ、切なさとかがあるわけでさ。はいはい。なんか、まあ、あくまで映画の方はさ、能力の一つとしての認識でしかないから。うん,うん。はい、死んでってこ、命の尊さとか別にないんですよ、あの映画に関して。うん。もう敵に勝つためには何回も死ぬっていう前提であいつら戦うでしょ。うんうん。原作の方は何回も死にたくないんですよ、本当はね。うん,うん。そうそうそう,そう。弱いから何回も死んでしまうんであって。はい,はいはい。何回も、 死ぬことはよしとしないですあいつは別にうん、うん、そこの違いはすごいあるなっていうのは思ったなんか死ぬ時の辛さも毎回味わってるみたいなのは ちょっと原作の冒頭であったような気がするけど。あなんか原作の冒頭でちゃんとそれ言われててた、痛い痛いとし,<ー>くしてる。そうやね。そうやねで。そんなもことを何回も繰り返すのはどれだけ地獄だろうっていう演出やと思うよ、ね。トム・クルーズ、<laughs> はって、ってなったら終わりよなね。そう。だから、あの、車にひかれて死ぬとことかあるやんか。軽<ー>っだもん。<ー> <laughs> で、普通さ、まず、まずあのチャレンジをしようとまず思わないじゃないですか。たとえ何回もループできると。 分かってたとしてもね。でも彼はあるを何回もチャレンジしてるわけでしょ。<laughs> そうね <laughs>。ならもう死に対する意識っていうのは原則よりもはるかに低いっすよ。ああ、もうそうやね。うん、死んでも致し方なしっていう前提でやってるからね。ねえ。それはその横の相棒含めてそうなってるもんね。そう,そうそうそう。まあしゃあないやんって。<え>もうもう一回次やれる人ゃええやん。ちょっと足引きずってはいリセットみたいなさ <laughs>。なんか <laughs>、もう、ひどいよね、そういう意味ではね。 なるほどね。だから、そういう意味ではね、映画はコメディやと思いますよ。あ<ー>実際俺、前半の何回も死ぬとことかすごい笑ってしまったもん。<laughs> だんだんとこう、編集がな短くなっていって、<laughs> 配信だ、配信だ、みたいな感じになっていって、あ <laughs>、はい、くまであそこはもうコメディじゃないですか。なるほど、はあ。なんかちょっと一個好きでした。そういう意味ではもう原作の方が僕は好きなんですよね。うーんの切ない感じとかっていうのはあくまでその、命は一個しかないぞっていう前提で話が進むんで。うーん。 あもう一個ね、すっごいミニマムなことやねんけど、ちょっと気になってたのがあって、あのー、戦闘訓練、うん、映画でね、うん、映画の方で戦闘訓練であの、なんか、機械くるくる回ってくるやつやるじゃないですか。あそこで、覚えろって言うじゃない、うん、あのー、もう来る方向を覚えてやれっていう、うん、言うじゃないあれってさ、本番やったらわかるんですよ。本番のその敵の配置を覚えて次、 こう、次、こっから来るから、先回りして、配慮して、クリアしてっていうのは分かるんですけど、うん、戦闘訓練の部分は、覚えても仕方なくないあれは、多分、これは単純に、あの、メタ的な意味かなって解釈したけど。あもう、考えずに反射できるようにみたいな意味や<う>私もあなたのグロープしてる世界で生きてる人間やから、<ー>とりあえずもう、体に覚えさせろっていう意味かなと思って。ああ<ー>、で結果、トム・クルーズは、それを実現してるじゃん、うん、それ以降。まあね。左から来た、ハイパーン。はいはい前から来た、ハイパーン。 はい、ストップ。あいつら来るから、みたいな感じでっていう意味かなと思って。なるほど。そういうことか。いや戦闘訓練のあの場所に限らずはい、はい、はい。あ、すべて,ての物事をね、覚えていけって。あ、まあ、それやったら確かにそう。いや、あの、実践やったら、右から左から覚えていって、やっていくのが一番あの、あの世界で一番有利やから、あの、それでいいねんけど、だ、だから実戦、実践、実践で訓練し、えっ、ー、と、実践で練、ね、習しりゃいいやんと思ったから、 あの訓練上の,あの機械の動きを覚えても、それじゃあ実践で対応できなくないと思っててんけど、うん、まあ体に覚え込ませろっていうね。まあ、メタ的な発言なのかなと。ーループしている人間だからこその。ならではっていうね。それで対応できればいいけどね。うん、そうか。そういう意味では俺の突っ込みポイントは、うん、あの原作の方やったら、あくまで基礎訓練が終わってる新兵で出発しているので、うん、必要とされるのは戦闘センスなんですよね。 でも映画のトム・クローズって、器用な兄ちゃんじゃないですか。うんうん、その体力でどれだけ頑張っても限界あるんちゃうかなと思うんですよ。そうやね。そこがすごい好きになってきなる仕方なくて、その、うん、言っても繰り返される日々を生きてるわけやから、自分の身体的な能力ってなうのは変わってないはずやのに、うん。それは原作でも言われてるよね。あの、なんだっけ、肩立て伏せやったっけあの、ずっと腕立て伏せの姿勢でやるっていうのが、結局これをやっても、 ルー持ち越せないから、こんなのは短くするに限るみたいなそうそう必要なのは生き残るための術だっていうふうに原作でちゃんと言ってるじゃないですか。うんうんうん、筋力がつくわけじゃないから、持っていけるわけじゃないから。でも映画の方では、どんどんトム・クルーズが、なんか無敵の人間になっていくから、<laughs> それ違うやろって思って。<laughs> 心配機能は一緒のはずだわ、ね。そうそうそう。なんでお前最後そんな無敵な活躍できんねんっていう。 だから必要最小限の行動だけでやってるからでしょうね、うん、戦場ではね。でもね、最後の話でも相当、歴戦になってたからなそうでしょ。だって俺がさ、仮に何千回もループしてさ、うん、すごい戦闘戦争持ったとしてもさ、体が思い通り動かへんと思うわ。うん、<laughs> <laughs> そこは俺、<す>俺的にはそこが突っ込みポイントやったから。ああ、なるほどね。はい、ぜいぜい言うと思う。<laughs> ダムのとこまで行ったら。<laughs> <laughs> まあ、映画的にはな、別に、もう、なんか、ありとするかと思った時点でもう何も言うことは特にないねんけど。まあまあまあ、うん。こうあって欲しかったっていうとこが一個,個だけあって。おーループしてる回数をちゃんと数えていて欲しかったんですよ。はい、ああ、あれなくなったのなんででしょうね。原作じゃ結構こう手に刻んでいくのがポイントだったじゃないですか。そう。しかも他の人にもこの回数何とか言われて、なんだっけ、なんか答えますよね、忘れちゃった。<laughs> 映画の方でもリタが聞くじゃないですか。 これ、あなた前も経験してるんでしょって何回繰り返してるのって言ったときに、そこで数言ってほしかったんですよ。ああ、なるほど。もう3000回くらいやってるとか言ってほしかったんですけど。はいはいはい。<laughs> そういうのがなかったから、なんかそこを気にしないんだと思って。あえてなのかないや、わかんないですよ。だからそこがな、そこがなんかそのタイムリープをするということに対する価値観の違いなんかなと思って。お<ー>やっぱり原作の中で俺何が好きかっていうと、繰り返すことが地獄なんですよね。 そもそもとして、早くそんなとこ抜け出したいんですよ。でも、こんな理不尽な人生に巻き込まれてしまったからには、俺は最後にやってやるぞっていう主人公の気概じゃないですか。それを忘れないようにするために、奴は数を数えていくっていうところが、まあ理不尽な人生にあがらがってる感がすごいあったからね。そういうところが好きなんですけど、本当に映画の方はそこが軽くて、 <laughs> うん当能力で終わってしまっているんでそうよねあれあえて外したのよくわからんね、うん、そういう意味ではあのー、原作ではその要はリタと同じバトルアックスを選択するっていうくだり、うん、要はこれだと弾切れのどうやっても20匹しか倒せへんからみたいなんで、うん、選んでっていうくだりもまるっとこうカットされてるじゃないですか、うん 最後まで重火器で戦うし、まあ多分重火器も、例えばあのリロードのタイミングも、こう、えっと、何回もループすることで、ここで弾切れするから、よここでマガジン変えようみたいなのを細かくやっていって、あとここの死体からバッテリーと弾取ってみたいなのをやっていくことでっていうのは、で、まあ説明はできんねんけど、なんかこう、あえてなんで書えたんやのみたいなのは、もやっと残ってて。いや、そうなんですよね。な結局映画の方のトム・クルーズは、うん。 何回も死ぬことで成果を見つける生き方しかしてないんですよね。うんうん、うん、原作の方の主人公は、うん。早く生き残るために、その術を自分に身につけるために何回も死んでるんですよね。うんうんうん、うん、その意気込みの違いがなんかち、かっこよさが違うなっていうのはある。うん。うんうん。なんでしょうね。なんかそこら辺あ、あえ、あえてじゃないですか。なんかこう、例えばその映画を作ろうっていう企画があった時に、この要素を、 残す、消すっていう話の時にんでそこを残していかなかったのかがちょっと気にはなるな。んでなんやろうね。まあ意識をしてやったのかしてなかったのかわからないですけど。大したことのない要素の一つやったのかな。またまあ、無理ゆくり理,理由付きをするのであるならばトム・クルーズ、あの物語の中のトム・クルーズ自体の人間のパーソナリティがそういう生き方をしてきたからかなっていうのは。 あ要は嫌なことから逃れてきた人生なんでしょすべは、はあ、てに対して向き合わずに。下手れじゃないですか、そもそも、その頃ろうってそもそも。<ー>彼のその根底のパーソナリティがそういう選択をさせてるんかなともう取れなくはない。なるほど。あ、そっか今、今言っててちょっと思ったのが、さっき言ったその肉体的には要はリセットされちゃうわけじゃないですか。うん ってことは肉体を使う武器はそもそも相性悪いのかも。うん、かもしれない。うん、逆に、トム・クルーズがバトラックス使ってブンブンやってたら、いやいや、お前、ヘタレのコスにそんなん投てんねんね筋力は同じはずやから。うん、ああ、そうじゃない っていう突っ込みから逃げる、逃げるっていうか、避けるためにやったんかなあくまでトム・クルーズ、まあそれやったら後半のの無敵ぶりないねんって話なんねんけど、<laughs> 一応理屈としてはそうじゃない。まあくまでトム・クルーズはもう軍人ではなくて<う>凡人ぐらいの身体能力しかないから、らからその中での最善の策があれたっていう。はい,はいはいはい。ああ、そうかもしれんね。ああ、なるほどね。確かに。だってリターはね、すごいこう、 空中アクションでどん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 回っていきながら、うん、飛び回ってたもんね、うん、あれがほら原作の方では背中を守り合ってこうお互いの資格を補いながらざんバン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 切り倒していくっていうのがちょっと後半のた盾っていうか見どころみたいになっているのがまあ全然なかったもんね,、うん、ね普通に一人無双してたもんね銃火器でそうかなるほど、うん、そういうのは考えていくとちょっと腑に落ちますねまあ無理くり理由をつけることもできるよねって話し,てしかないけどうん <laughs>、うん、確かに ま、これ、原作にしても、そう、映画にしても、うん、ま、あの、作者が、その、話を書くポイントになったのが、その、ゲームじゃないですか。うんうんうん、うん、ゲームって基本死にながら覚えていくよねっていうところでさ、うん、うんうん。これはもう野暮なツッコミでしかないねんけど、はい。あの、何がゲーム的かなって思うのが、はい。何回もループしたのに、お前ら気狂わへんねんなっていうのが、ゲーム的やなって思います。うん。<laughs> うん んうん。リアルに考えて。うん。いやいや、リアルに考えたくないけど。あんな苦しくなって死んで目が覚めたらまた同じ日が続いてんねんで。うーもう俺二日目ぐらいで狂うと思うんやんか。いや、本当にね、二日早いな、おい。二 <laughs> 回しかやってない。<laughs> いや、だって死ぬこと二回言ったらもういいやんと思うやろ。<laughs> そんな強靭な精神力ほよほどじゃない限りないで。まあ。でも、ゲームやったら全然 OK やん。確かに。マリオが穴に落ちても全然心痛まへんからそうね。 じゃあ次頑張ろうかってなるわけですわ。まあでも人間って慣れの生き物ですから <laughs>。死ぬことにも慣れてしまうんです <laughs> 可能性はあるよ。<laughs> リセット。だって今死ぬのが怖いっていうのは結局それが一度しかないから怖いわけであって。あんも慣れう。まあななってなった時点で、やっぱ人間の適応能力では <laughs>。内あ痛さも苦しさも喉元すぎれば大丈夫そうそうそう、<laughs> そのうち慣れてきて、<laughs> あれもなんか、 ね生命の危険信号みたいなんで刻まれ、あ、でもそうか。体の部分はリセットされるから、感覚値は毎回ピュアな感覚値 <laughs>、ね、お腹、頭くっ飛んだりする感覚っていうのはもう別に慣れないわけですよ。<laughs> そうですね。本当そういう意味では人思いに殺してくれてなるね。でもゲームやったら、あ穴に落ちちゃった。次頑張ろう。っていうその心意気が、まあゲーム的やなと思う。はいはい。物語の中でもそうだからね。 まああのー、例えばすごくうまくいったパターンがあって、うん、その先で死んで、うん、次そこと同じ。 条件にするにはまたそこを同じようにクリアしなきゃいけないっていうのがあるじゃないですか。え、漫画とか映画ではそこパンと走られるとこやけど、うん、実際には毎回毎回その失敗しないようにっていうのをやるわけでしょう、うん。いやほんまそうですよ。あのストレスは半端ないと思うんで、前できてたことがやっぱ次成功するとは限らないそのタイミングは一緒だとしても、うん、なんかのこの自分のちょっとこう、ね、ミスで、 前は先まで行きてたのが、今回ここでめっちゃ詰まってるわっていう時のストレスは、もう多分耐えられへんかもしれん。だから、ある意味、なんつうの、縛りプレイになっていくわけやからな。どん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 。ループするたんびに。要はここね、1、2、3、4とか数えながらっていうのを、ダメやろう。まあでもそれも慣れていくんかな。もう鼻歌いながらんよ、あいつ、最後はい、みたいな感じになっていくんかな。あやっぱそこはもう、 何前回何枚回繰り返したら目つぶりながらも、高橋名人は目をつぶってもね、スターソルジャーで高得点出せたってうじゃないですか。<laughs> あんな感じになるんじゃないですか。でも人間やっぱ揺らぎあるからさ、うん、とはいえ、ちょっとしたミスでもう一回になった時の心の折っぷりそれが何時間か進んでるっていう状態のは結構厳しいと思うのまあかくではよく来るわへんなって思うわね,ね。そう。そこは思うわ、なんか。うん だから多分、もし自分があれやったらあの、一回脱走するじゃないですか、どちらの下りでも。脱走しても結局、そこには、擬体が来て死んじゃうって、また戻されるっていうのを食らった時点で、うんうん、相当もう、もういいかな、状態には。 ただ、もういいかなって思ってもどうしようもないわけでしょ。そうやね。死ぬと。だって、もういいかな、もう、もういいわ、もう死ぬってパーンって言ったら、またそこから始まるんですよ。そう,そうそう。どう、来るーが何しようが行くしかないよね。なんかその場合って。そこに立ち向かっていく気持ちを持ってる時点ですごいなって思うわけですよ。うん。俺、前に、うん。 夢の中でタイムリープをした夢を見た時があって。そうすげえ。すげえな、それ。俺、その時の夢がすごい鮮明やったから、実際に本当起きた時に、わ、タイムリープしてきたんちゃうかなと思ったぐらいリアルな夢を見てんけど、すごい気がつくと、高うやったんですよ。高う高このあの頃やったんですよね。あの頃。で、要は、中身は今のまんまで、こうのあの頃に戻ってるんですけど、はいはいはい。むちゃくちゃ退屈やって、おお。 おうそうなんや。自分はその夢の中で、俺はタイムリープをしてきたっていう実感があるんですよ。うん、な,るなるほど、なるほど。俺は将来を知っていると思うんですけど、うん、でも、高校生なんか何もできひんから、うん。普通に学校行って、うん、放課後まで授業受けへんといけないんですよね。うん。で、それがもう退屈、退屈仕方がなくて、<laughs> しかも、もう、中身は今のこのおっさんの状態やから、うん、もう逆に勉強が分からへんんですよ、高校の頃の。<laughs> <laughs> あ、そこは分かるからじゃなくて。分からないですよ、逆<う><つ>忘れてるから。そう。しかも、同級生の話とかめっちゃおもんないしね。ああ<ー>。若いわーと思うわけですよ、こっちからしたら。ガキやなガキやなー,と思,うやなーと思うし。で、かといって、先生とかと喋ろうと思っても、先生も言ったら年下みたいなやつおるし。ああ、そうやな。で、先生はこっちを単なる高校生としか見ひんから。はいはいはい。話が通じひんのっすよね。はいはいはい元,元の話聞くみ持ってくれへんかったするんですよ。お<ー>じゃすげえ退屈で、毎日が。 だいぶリアルな意味やなそうやろ。めっちゃ、ちゃもんないで、タイムリープ。<laughs> <laughs> ほんまのもんないよ。あんな、あんな何回も繰り返しられへん。<laughs> なあん <laughs> でも、今あの時代やったらさ、遊びピン動画もいっぱいあるわけですよ。インターネットやらやれないやらかえらはい,はいはい。あのコロナがなんか何もないわけですよ。そっか。もんないで。どっか行くにも自分で移動してるしかないんだもん、ね、や、ほどの目的があったらさ、 本当に人生を全く別のものにするぞっていう目的があったら、なんか違うかもしれへんけど、なんでか知らんけど、その夢の中の俺は、中途に高2とかにタイムスリップしてしまったんで、それが小学生とか中学生とかやったらさ、受験とかで人生変えれるやんか。でも、なぜか高2やから、あの時の高校なんですよ。なるほど。あの時の高校に戻っても何も変われへんかなと思って、 そ、それちなみに、目が覚めて終わるの何回かもう一回やるわけでいやもう、その一日が退屈一日何時間過ごしたんかな、おそらく。<う>で、いろんなこと考えるんですよ。<う>これさ、本当の意味で焼き直しが始まってるよなと。<う>なら、未来の今の奥さんとか、<う>例えばそれこそ中野原さんと出会おうと思ったら、<う>過去と同じことをせんかったら無理ってことやんか。 ああ、そっちよね、逆、うん、さっき言った、ああ、それしんどいな。それすげえ無理って思って、めっちゃ絶望するっていう覚えてないし感じで目が覚めるんですよ。<laughs> わあ、わあ、わあ、それしんどいな。しんどいな <laughs> どうするんそ,そんなお前、そんな いや、もう。全く同じことをせえへんかったら、今と同じ結果にならへんねんで。<う>でそれを捨てて、別の人生、歩むという強い気持ちがあるんやったら全然いいけどさ。行くしかないよね。っていうか、行かん、行こうと思わないと、ちょっとずれてっただけでもうわたわたするよね、多分。<laughs> あれ、お前こうやったのにみたいなんだよね。だってそんな今、高校戻って、じゃあ大学受験でさ、うん、その 今、同じ大学受かるんかっていう話で、ね、<laughs> そもそもとして。<laughs> 頭の中身はナウやからね。そうね。<laughs> の当時やったらまだしもみたいなね。うん、うわ、それ嫌やな。うもう退化してるってことじゃないですか、感だからな、この、やり直しってそんなに良くないと思った。<laughs> <笑><笑>よっぽど今の人生に本当に後悔していて、あ<ー>本当に心の底からやり直したっていう人じゃないと無理。<laughs> そうね。ああ。ああ。 ちょっとでもリア充やったらもうアウトやな。アウトな。タイムリープしたことを後悔するわ。そう、やんなわわわわそれなんか嫌やなそういう話。なんかすごく。だからもう、要はほんま気狂わへんなってタイムリープしてるやつ。はい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 。あとこの作品の要素で、うん。ある意味面白くて絶望した要素が、うん。その、原作の主人公の怖さ、 うん、本当に、ちゃきちゃきの神秘やって、伝統の色を知らない状態から始まるわけですよ。それがまあ何千回とループを繰り返すことによって、歴戦の勇者になっていくわけですよね。そもそもとして、人は努力しなければ、成長がないってことじゃないですか。ま,あ、まず大前提としてね。ままああはいで その成長する伸びしろっていうのが、まあ才能をやったりするわけじゃないですか。はいはいはい。そういう意味ではこの新兵の人はほんと凡人なんですよね。ああ<ー>。で、凡人がスペシャリストになろうとしたら、うん<ー>。何千回も繰り返さなあかんねやっていうのが、うん<お>。すげえ絶望と思って。うんうんなるほど。<laughs> 例えばわかりやすく、凡人の野球選手が、うん。じゃあ、一郎みたいになろうと思ったら、うん。 何千回も繰り返さなあかんわけでしょそうですね。そうですね。それがすごい絶望やなと思って <laughs> ああ。ああ。うん。確かにね。仮に俺たちが全く同じ状態になってさ。はい。は、徴兵された。はい。一応、走り込みとかしたから、そこそこ体力があるつもりだろうけど、はい。実践なんかやったことないっていうとこからスタートしてやで。うん、はい。あんな大活躍するとこまで、どれだけ努力、 するって話でさ。うわ、気が遠いと思って。いや、もうゲームですら俺は年で諦めるで。いや、そうだよね。もうマリオのなんか勝目無理やからやめたってなるのにさ。やめられへんねんねそれが。クソゲームええとこやぞ。うわぁ、きついなぁ。そういう意味であの主人公おっぱりすごいなと思う。ほんまやな普通のトム・クルーズをめっちゃなんか、なんかあっさりした顔で繰り返しましたけど、すげえなと思う。 いや、相当きついよね。うん。そういう意味では。だから、なんかね、リセットのタイミングをちょっと前にずらしたいと思うよね、ほんと。なんていうか、だってさ、例えばマリオで言えば1、1の1からスタートして、うん、例えば8の、八の ?4?、うんうん、最終、最後のクッパとかまで行ってやられたら、また1の1からやら,れ,られてるわけでしょう <laughs> セーブ機能ないからね。それ、きついね。やっぱりどう考えても。セーブ、セーブ機能ないっていのきついな。 うん。せめてもうちょっと前にここにポ, <laughs> ポイント立てさしてって思うよね、なんかね。お前せめて分岐点のとこまでスキップさせてって思う。そうそうそう。じゃないともう精神耐えられんわ、みたいな。スキップ機能もないねんで。いやあそれやっぱさっきも言ったように、ほんと一時一個同じのを繰り返さないと、いいとこまでいけてたのも無理っていうのは、相当よ。<laughs> だいぶしんどいよ、それ。そういう意味で見ると、本当と、映画のトム・クルーズもあんな涼しい顔してこなしてるけど、 うん、相当、努力したいなっていう。ね<え>でもね、このそこも逆に言うと、うん、凡人でも、それだけ頑張ったら、うん、そう良、ね、くなれるんだというファンタジーってもあるわけなんですよ。まあそうですよね。うん。うん。身体能力は持っていけないけど。持っていけないけど。うん。センスは磨けば、光るよっていう。そうですよね。ことかなう。うん。あのー、ちょっと映画の中で、 ふと,ふと、えー、心に残ってるのがあってあのー、えっ、ー、とリタがえっ、ー、とファーストネームミドルネームやったっけあ,あ言ってたなあれなんだ <laughs> のだなんからん俺もあれなんか全然分かんなかったん何かこう掘り下げていくんかと思ったら全然何もなかったからさで原作にも特になんかあったっけあんな話 いや、ないないない。ないよね。逆に原作のあのコーヒーのくだりは、随分違う形で <laughs> 違うか。コーヒーって記号だけはさ、あの民家で出てきたけどさ、全然そのキーにも何もなってなかったじゃないですか。まあ、あれはもう、<laughs> 俺の思うディレクターカットですよ。うん、ああ、一応と,と,とりあえず撮ってみたけど、上調、うん、になるから来たれって言って。<laughs> ああ、そういうことか。まあそういう意味では本当 そこら辺のなんか、ちょっと散れ目見てあるキーワードすら、もういいや、みたいな感じなんだねも、そういうのじゃねえから、っていう。<laughs> <んな S 2> 映画は、みたいな。なるほどね。だからまあ、興味ある人はね、原作読むべきやと思いますよ。うん、ああ。まず。<ー>いや、そう。で、しかも、コミカライズは一瞬で読めるんで。いや、コミカライズあれすごいなと思ったもんな、俺。あ<ー>長読んで興味持って原作見たらほとんど同じやったっていう。<ー>すげえな、この再現度って思って。<あー> <laughs> しかも2巻でね、うん、あっ、あんだけまとめ上げてるっていうのは、ね、ちょっと足早なところもありますけど。うん、まああるけど、俺あれ、あれ、さ、一、うん、人勝手に納得しとったんやけど、はい、すごいなと、よくあの原作、まあ原作も言ってもそんな大長編じゃないから、うん、ま,あまとめるのは可能は可能やろうけど、うん、あれをよくまとめれたのと、コミックス2巻で。うん、で、思って一人勝手に納得してたのは、うん、デスノートの経験があるからや、と思って。<laughs> この人ほう。ほう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 。デスノートもかなり濃密な内容を週刊連載でぎゅうぎゅうにまとめていってたやんか。はあはあははあ、は時にはもうセリフが死ぬほどあったりしてさ、説明出る。そういうのを駆使し,した結果なんやと思って。なるほど。勝手に一人でこう納得してたで。でもデスノートの時って、あのー、えっと、 原作がいたじゃないですか。原作っつうか、あの、えっと、なんだっけ、大罰、大罰、あ、そうそう、まあ、それを出さずに、大罰、大罰組さんがいたじゃないですか。で、あの人が、あの、あれまで、ネームまで切ってたじゃないですか。いわゆるマ割りまで。で、あとは、絵に注力してアングルだったり、あの、駒のその微妙な位置関係だけずらしてたから、まあ、でもそこで鍛えられたってことそう、なんかその、そこで、それをブラッシュアップして自分のものとして、 経験があったからこそ、あ,あの、検索を、じゃあこうしたらいいじゃんっていうふうにしたのからっていう。あら、すごい。なるほど。ちなみにこっち側では絡んでない。あ、でもなんか構成でちょっと一人入ってんな。なんか入ってるな。竹内。 おあじゃあやっぱ、うん、大田さんは絵に注力したんじゃないかなと思うけど、どうなんだろう。だから表現という意味ではさ、うん、だってあれ、別の漫画家がらいてたらさ、うん、なんか、小回りであったり、なんであったり、うん、上々な部分になってる可能性があったわけでしょう、ね。あ、そうね。あ、二巻でまとまるとは思わなかったね、普通に。なんか俺、原作始まったって聞いて、一、二巻同時発売ってなってたんじゃないですか。うん、で、 まあ、最初の2巻までスタート出して売るのねと思って俺俺。なんか3、4、4、まあ5巻までいかないぐらい買ったんて勝手に思ってたけど、2巻見て終わったら、ああ、これで終わんねや、みたいなね。全く思って何の情報も入れてなかったから。続くもんなんやと思ってたから。そうそう、それはあったわ。確かに。<laughs> え、2巻でまとまるのこの話、みたいなね。よく言う,いうんじゃないですか、なんかあの、文字で説明したら、うん。長くかかるのが、うん。入れ替えたら一コマで終わるとかね。 ああ。そこがまあ、絵を描くものの腕の見せ所なわけじゃないですか。まあまあ、そうですけど。ありとあらゆる漫画家としての能力を使ったのかなっていうところで、一<ー>人で勝手にこう、関心をしてたわけですよ。なるほど。なるほど。確かに。<laughs> そうそう、これ、コミックは本当読むの、パッと手に取って読むのには本当いいよね。あっという間に読めるし、<や>時間もない文字読むの苦手な人はぜひ漫画をって感じ。そうですね。全然いけると思いますよ、それで。 また絵も上手いからね。うん。かっこいいし。めちゃくちやったら多分、興味持ってなかったとう。うん。リタとか超可愛いしね。<laughs> あれはまあ、あざとさですね。うん。あとあの、整備兵のやつとかも。あ完全にあざといですね。<laughs> ああ、まあ原作の設定で一応ね、ああいうせせ<ー>キャラクターでメガネちゃんと。 まで書かかれてるから原作のでも、うん、一応忠実なんやけど、まあ、それが映画ではなんか、一応あの立ち位置がいなくて、変なムサイおっさんが、情報の解析をしてる。<laughs> いや、そこがやっぱり、まあ海外の人は、日本文化が分かり得ないところなんだなっていうところですね。うん、ね萌えがないってことですね。<laughs> しかしな、本当な、改めてなんか、えって大切やなって。そうですね。そうなんですよね。 だからね、もうちょっと話ずれるけどこうちゃんと調べもせず絵描く人僕ほんと嫌いなんですけど。<laughs> 銃とか出すんやったらちゃんと銃調べろとか思うんですよね。なんか何もわからずに単純にこう銃っぽい絵を描いて銃だ的な話をされるのが一番なんかイラっとくるっていうか、描くからには調べろみたいな気がちょっとあるんでね、なんか、うん、たまにそういう絵のツッコミを入れるんですけど。<laughs> <laughs> まあぜひ漫画からでもいいんで入ってみて、 映画は映画で違う切り口でって味わってもらえるといいんじゃないですかこれは本当は。まあね、こだわり持ってみたらムカつくかもしれんけど。そうなんでしょうね <laughs>。でも、沢田さんが、まあ原作見て気に入って映画見ての流れでしょまあ、ありやなっていう話ですよ、うん、映画はだ。まあね、トム・クルーズやいう時点でだいぶ腹をくくらなあかんと思うんで、だって年 <laughs> っていうかね <laughs>。まあなさすがにちょっと若いっつってもな あのまとめ方は逆に本当、俺は上手いなと思ったんで、これはこれでありってなったんで、あれは変に近づけなくて本当良よかったんかもしれないけどね。うん。だから日本でやればいいんですよ。<ん>アニメとかで。ああ<ー>。ガチ原作版を、映像版。これが本当の。ああ、あなんやろ。<れ>映像で。 ニードイーシっンいいアニメやったらなんか。そうなんですよね。映画はやっぱ言えんのは映像表現が半端なくすごいんですよま、ね、あもう、言うても天下のハリウッドですからねえ。バトルシーンもそうやし、あの機体の動きもそうやし、あそこら辺の映像がやっぱすごいんで、まあ話は話として別と作品として完成してるよねってなるんでしょうね、おそらく。まあ。 まだ納得がいくっていう。うん、あそこがもし、表現、表、映像表現が一応ぼかったら、なんじゃこんなてや、ね。まあなってると思うよ。ね、機体とか動きが超意味ね。あ、こんな、こんな,なんなのとは思ったけど、思ったけど、マトリックスとか思ったけど。マトリックスでしたね。<laughs> まあ、あの、だって、パワードスーツも、あれ、ミフネさんみたいな、あの、マトリックスの3、3の最後に出てくるもうあ、めっちゃあれやんけ、みたいなの。そうやねんなあ。あらんで、外国人はああいう形にすんねやろ。 あれ、なんかちょっとした変なオマージュ入ってるのから思ったけど、なんかあの銃の撃つ音みたいなのもすごい似てて、連射式の銃の感じとかも、なんか、スタッフが絡んでるのか分からへんけど、だいぶ意識したいのな、マトリックスのあのセンチネル戦の最後んかなあのチゅルチゅルしたモンスターも似てたしそうそう、似てたよね、動き自体もね、似てた上で、すごいバージョンアップさせて、今どうやねんっていうような気はしたから、スタッフ、絡んでるのかしらね、もしかしたら。 当時やってた人た人まあそれはそれでねすごい完成度なんでやっぱ、うん、日本そうね確かにアニメでそうでもないやつとか出てきたら何やねんはあるかもしれない,い,やいや、まあの今今話しててふっと思ったがあのスターシップトルーパーのはいはいあの1が映画があった後に、うん、あのに2とかの流れじゃなくてフル CG 版の海外の,あの4四 4シリーズぐらい、うん、何話やったかなあれ。1、一シリーズ4話ぐらいやったかな ?10 何話ぐらい、その、ちょっとコミカライズされた CG キャラクターのスターシップトルーパーズっていうシリーズがあるんですけど、ひど<う>いんですよ、それが。気が。ものすごいひどいんけど、一応話としては原作に沿ってるのかな ただね、価値観、作品としての価値観が非常に薄いんで、まあそっちになるか、みたいなのを今思っちゃったんで、まあなくていいですよ。まあも、もう、万々歳でしょ、ハリウッド映画になった時点で。<laughs> なんか原作者もなんか続編回答らしいしね。うん、あそうなんや。まあ続編っていうかまあ、その後日談というよりかは、まあゼロ的なエピソードなんでしょうけど。ああ、ああ、そういうことなんや。うん、なんか難しそうけどね、と思ほら。 これ思うねんけどさ、ま、あこれも設定の野望なところやねんけどさ、原作の。うん。うん、まあさっきも言ったけどさ、ループしてるやつが何人もいた場合さ、うん。そいつら独自の、それぞれの人生があった場合さ、うん。正解ってないしってなるとさ、うん。要は、あの、まあ、原作でもリター最後死にましたけど、はい。逆にリター買ってるパラレルもあり得るわけでしょまあ、そうですね。<で>すリターがもし生き残ったパラレルでは、うん。 主人公もループ戦から終わりなんか。そうですね、うんうわ。終わるんだよね。あの、サーバーとしの機能が薄くなわれるもんね。そういうこと考え出すと、うん。うわーってなるよな。なんかいっぱいいっぱい,いっぱいあるから、なん <laughs>、うん、そこにもう敵の方も絡んで敵もやり直しとして、やり直しをしてるとしたら、あーってなるよな、えー、考え出すと。ああああ <laughs> そういう意味ではなんか、<laughs> <laughs> エピソードはたくさん量産できそうな感じもするけどな。できるがゆえに、やっちゃ、やっちゃうのっていう気は。やんなくてよくないみたいな。<laughs> 何でもできちゃうからさ。<laughs> ーー何でもありなの。かっていう感じに落とし込めればさ、価値あるけど。え、なこれもありなのみたいな感じになっちゃったら、<laughs> なんかこう。あんまりや、こうぐちゃぐちゃさせんでよくないっていう気がちょっと。思うんですけどね。そこはもう、腕でんの見せ所じゃないですか。そうですね。 そうですね。まあ、もともと書きたかったんですよね。確かこの人って。そうなんか、ちょ、っとちらっと右見たら、これ最初書きたかったけど、まずはなんか他のん書きなよって言われて、うん、なんかちょっと、売れたシリーズ僕全然かけてないんですけど。逆にその売れたシリーズを書けたっていうのすごいよね。うーん。だからこれを書いて、それがまあこんな展開になってるっていう、なんか、ね、すごいこう、成功回路を進んでる感じですけど。 うん、すごいっすね。そういう意味では。まあ、ううではもう実力は折り紙付きなんじゃないでしょうか。うん、なるほど。じゃあ。知らないですけどね。原作したことあんまり。<laughs> あんまり知らないですけど。続編もきっと、みたいな、感じっすか期待持ってもいいんじゃないかなっていう。ですかでも出たら大ほどマークはしてないんですよね、別に。まあなあ、だってやっぱりどう、<laughs> その、やっぱ興味持ったんが、小畑武しのエやからっていうのあったからな。漫画<ー>やったからっていうのは大きいよね。これ初めから、 あの、漫画がなくて、うん。その映画化されます。これが原作ですって、うん。原作だけ本屋並んどっても俺読まへんかったと思うわ。ああ<ー>。やっぱ漫画やからっていうのはすごく大きかったと思うで。なるほど。そういう意味でコミカライズしようっていう企画を立てた人偉いと思う。ああ、確かにね。うん。このおばたさんが発信やと面白いよね。やらせみたいなね。<笑><笑>いや、それはないんじゃないですかないですかね。ないっすかね。わかんないっすけど。調べてないんで。<laughs> いや、でもそれ、あれでも映画化が決まってからでしょコミカライズしたのは。うん、ねえ。うん、ああ、まあそういう意味では、よく見つけたね、ハリウッド。逆に言うと。そうやな。どういう経緯で、そうなったんかは知らないですけど。ーねあら、そんなとこまで調べてんのね、逆に言うと。日本のラードメみたいな。俺の恐ろがくる人間も見つけてくれへんかな。<laughs> さすがに、一般流通してるあ、一応流通してんのか。してますよ。アマゾン売ってますからね。あでも四40部ぐらいしかないでしょ ?50 部だっけ今五50部ぐらい売れてますね。あ日本に50部しか出回らないですね。要 <laughs> 設定的にはその、<laughs> あの、ロボットの矢玉と思ってたけど、実はエイリアンだったっていうね。そ <laughs> の、気を照らった発想。<laughs> ああ、じゃあ誰かにコミカライズしてもらえばいいじゃないですか。してるじゃないですか、自分は。ああ、そうか。コミックだった。あれも、小畑武先生に、ぜひ。ねえ。そうですよ、あの、ワンパンマンみたいな流れで、コミックコミックだけど、臭いコミカライズみたいな。お前。それで、あの、百五十万部みたいな、ほら。気けてくれへんかな、誰か。ねえ。それには、あの、百話ぐらい書かなあかんちゃうとりあえず。え、無理。いやいや。いやいや。うん。 飽きる <laughs> その時点でダメな気がしますね。ってなとこですかはい。もう、今回はね、ちょっと、ミーハーな感じでマッハでハマったものやったんで、うんはい、早々に喋ってしまいましたで。はい。まあ、皆さんもミーハーな気持ちで乗っかってってくれたらいいんじゃないかなと思いますよ。ええー、そうですね。まだ見れますよね、当然、映画館って。まだやってますよね。うん でもまだ完全ネタバレしてるんで、ちょっとこれ聞いてから見るってのはどうかなと思うけど。とりあえず漫画読んだら。えー、いてればいいんじゃないでしょうか。はい。はい。はい。終わり。はい。お送りしたのは沢田信也と、えー、中野郎でした。それじゃあ皆さんまた次回さようなら。さようなら。 i'm going to